こんばんは。やあやあやあ、土曜日いかがお過ごしでしょう。ドアップ本当いつもより近いかな。え、目悪くなったんかな。コメントがこの距離じゃちょいぼやける。困っちゃう。少しだけ配信します。30分くらいかな。ね、視力低下説。今日はね、早起きしたので、でも今はそんな眠さのピーク来てないかも。さっきやばかった。今日ね、大崎上島行ってたんですけど、大崎上島だ、行かせていただいていて、いろいろしてきました。なんか今日何するとかそんな知らされてなくて、ドキドキな感じで行ってたんですけど、広島海の森づくりプロジェクト参加させていただきました。結構朝からだったから今日は早起きだった。そう、海の森海の森づくり、でもね、すごいなんか、素敵な一日になりました今日。海をね、守っていく、瀬戸内の海を守っていく活動を、親子で参加されてる方々と一緒に私たちも体験させていただけて、ね、ゆずきちさん星10個ありがとうございます。
しょういちさん、愛してる。ありがとう。ありがとう。そうだからね、小さな子たち、小学生の子たちと一緒にいろいろしたTSS さんでテレビでね放送してされると思うので、ぜひお楽しみにしていてください。そう、早起きして家族連れの方と素敵な一日を過ごしたとか、何その平和な話って。え、でも本当にそう、早起きして親子連れの方々といろいろ学んで、外で海に向かってね活動してました。カズサさん、クマ、ありがとう。ありがとう、クマ。ケンちゃん、かわいい10個、ありがとう。なんか自然を感じれることだったり、その地域の方々と一緒にできるお仕事だったり、めっちゃ好きかも私。なんか今すごいね、心が心が癒されてる。船にも乗れたしね。上島。すごくいいところだった。でもちょっとね、行きがけ酔っちゃった。朝5時起きだったから何にも食べてなくて、多分お腹も空いてる状態でバス、車に揺られて、その後船に揺られて、ちょっと久しぶりに乗り物酔いを感じた。そう、童心に戻れたって。そう、戻れた。なんか授業も受けたし、なんか泥を触ったりとか、紙粘土とかも出てくるんですけどそう、そういうのもして子供たちと一緒に、マー君、クマ、ありがとう。クマ、ありがとう、クマです。泥団子は作ってないよ。なんかね、泥のアマモを中に入れて、なんだろう、泥のポットみたいな作ったりしたんですけど、え、
でも今日ね、なんか私って結構晴れ女説があって、だいたい外のイベントだったりお仕事の日って結構晴れるんですよ。でも今日朝行きがけ、なんか天気悪めだなって思って、曇ってて、で一番初めのちょっとオープニングみたいの撮ってる時とか、本当にパラパラぐらい雨が降ってて、え、今日ってなんでこんな天気悪いんだろうって思ったら、今日ね一緒だった葵さんが結構雨女らしくて葵さん割と外ロケの時ずっと傘さしてるみたいな言われてて、だからそっか、葵さん雨女なんだって思って、でも最終的に雨は降らなかったんですよ。もうその朝ごろパラパラって降ってただけで、もうその後雨は降らなくて、だからいい感じに中和されたかもしれません。そう、相殺できたかも。え、でも晴れてはなかった、なんか曇りだった、今日曇りって感じの一日だった。そうなんです。でも気温的にだからちょうど良かったかもね、日も照ってなくて過ごしやすかったかも、外で。暑くもなく寒くもなく、でもなんかね、つなぎみたいの着てたんよ、防水の。さっきポストも X に投稿したんですけど、 T シャツ、めっちゃ緑の T シャツに、スタッフ T シャツにつなぎ着てました。でもそのつなぎさ、めちゃめちゃ優秀で、もう本当にね、なんだろう、足、靴も履かないんですよ。靴、繋がってて。こう、下から、履いて、もうこう、上までずっと繋がってる。まあ、繋ぎってそういうもの、え？そういうものでもないか。足も出なくて。もう靴。あれは靴なのかな？わかんないけど。もうつま先まであるつなぎだったんですよ。そう、長靴とそう一体化みたいな、そういう感じのやつ。でもすごい水の上歩いても全然浸水しないし、とっても素晴らしいつなぎでした素晴らしいつなぎだなってそう思ってたら、そのつなぎはのお値段聞いたらめちゃめちゃ高くてびっくりした。だからさすがって思いました。TSS さんが準備してくださったものみたいなんですけど、どれぐらいだと思う？予想。
1万、3万、2万3千、3万4千、7千円、5万、5万。今言ったのより上すごいびっくりしちゃった。私聞いた時、え、そんな、そんな、10は言ってなかったぐらい。そうだから貴重なつなぎ貴重なつなぎを着てます。なるべく汚さないように動いてたって、いやもう全然、なんかなんだろう、ちょっと水、泥がある場所とか立ったりしたので、もう全然汚れちゃったけど大丈夫かな大丈夫だったかな。どうしよう、クリーニング代、クリーニング代請求されたらどうしようか汚れるためのつなぎ感は、それはそれはそうね。そうだから今日早くから起きてたから、もう帰りのバスの中とか帰りの移動の車の中とかもうめっちゃもうガクガクしてた してました。え、そう、でもね、なんか移動中の体勢って私あんま寝れなくて、だからガクガク、でもあんま寝れないんだよね。こうやってうつ伏せ、なんかテーブルとかある場所にこううつ伏せでこうやったら寝れる、こうやってそしたら寝れるよね。学校の机じゃ寝たことないタイプかもしれんなって、いや学校の時はこうやってこうやって寝てました。これだったら寝れるんですよ私でもバスとかさ、テーブルないから、できんじゃん。こう、できんから。でもね、この寝方ってさ、めっちゃ首痛くなるよね。起きた時、あ、肩とか。めっちゃ、ってなる。
そう、放送日はまだわからないんですけど、またお知らせします。またお知らせさせていただきます。私の今日の反省点は、なんか楽しくなっちゃったら私なんかなんだろう、ヘラヘラ喋っちゃうところがあって、それがいけないなって思った。感想言う時とかさ、そのカメラどうでしたかって取材されてる時、なんかこう楽しくなっちゃったらさ、だんだんそうヘラヘラしてきちゃうのがちょっと反省点反省点なんです。なんか一番最後の感想を言うとき、最後の部分だけすごい、でもフォローしてくださって、あ、そのすごくなんて言ってたっけ、なんて言われたっけなもう忘れちゃった。すごくそういう多分違う言葉だった気もするけど、和やかで素敵なんですけどちょっと今の言葉を真面目なバージョンもお願いしますみたいなごめんなさい多分ヘラヘラしてましたよねって言ってごめんなさい、あ、ごめんなさい、そうあのニュース番組なので、そうですよね。そう、だからちょっとちゃんとしなきゃいけない。っていうのが一つありましたね。いや、なんか話してたらさ、ちょっとなんかなんだろう、その話してた内容にもよるんですけど、自分の言ってることがちょっとえってなってきちゃってすごい笑っちゃったんだよね。なんか、なんだろう、勝手に口が喋っちゃうことってあるじゃん。なんか、アマモを
の種を入れて紙粘土で丸めて、周り紙粘土で包んで、それを海に放つみたいな感じのことしたんですけど、一番最後にその作ったものが、私なんて言ってたかな、なんか我が子もう愛着が湧いちゃって、我が子のように思えてきてとか、なんか急に自分言い出してて、私今何言ってるんだっけみたいなすごく離れるのが寂しくなっちゃってみたいな、なんかそうちょっと自分の言ってることを客観的に聞いて、ちょっと面白くなっちゃって笑っちゃった。そう、でもちゃんとね、育ってほしいです。育って帰ってきてほしいうん、楽しかったです。あのさ、結構なんだろう、写真撮るじゃん、メンバーみんな写真いっぱい撮るんですよ普通に。だから今日海岸みたいなとこに行ってたから、空いてる時間、ちょっと空きの時間とか、こう写真撮ったりしてて、海だけの写真撮ったり、最近今月からファンクラブも始まったので動画撮ったりとかしてたんですけど、そしたら小学生の子たちから、何してるのって言われてえ、あ、写真撮ってるんだよみたいな言ったら、え、写真、なんで写真撮るのみたいなすごい、なんでそんな写真撮るのみたいな、すごい純粋な疑問を純粋な疑問をぶつけられて、あ、確かに小学生の頃とかこんな空き時間写真撮ったりそんなしてなかったなって思った。だからもしかしたらこれ普通じゃないのかもしれないってちょっと思いましたそう、こうやって電池撮りとかしてたら何撮ってるのって言われて、何してるのって。なんて答えたかな、写真撮ってるんだよって言って、写真大事だよみたいな写真大事だからねみたいな、なんか言ってた気がします。でも子供たち元気いっぱいで可愛かった。子供苦手そうだって、得意ではないかもでもなんだろう、逆にグイグイ来てくれる子の方がいいかも。なんかどういうさ接し方していいのか分かんなくて、おどおどしちゃう、あ、うんみたいな
おどおどしちゃうんですよね。そう。なんですよね。自撮り7万枚あるんだけど、そう、聞いてほしい、あのファンクラブのに私一気にまとめて50枚とか60枚とか画像をね、画像を載せれる、ダウンロードできるフォトコーナーがあるから投稿してるんですけど、なんか画像をねマネージャーさんがアップするのめちゃめちゃ大変らしくて、あれめちゃめちゃ大変らしくて、なんか1枚ずつこうやっていかなきゃいけないからめちゃめちゃ時間かかるらしくてだからちょっと今だんだん躊躇してる、どうしようって思って、そう99枚まで載せるらしいんよ、聞いたところね。で99枚載せるのに2時間99枚載せる時があったら2時間かかったみたいで多分電波が悪い環境とかもあったのかもなんだけど、だからちょっとどうしようって思ってどうしよう、どうし、大丈夫そうってちょっと思い始めてきた。30枚ずつとかにしようかな。という思いではある。とりあえずもう全部どうみたいな感じで私、送ってたんですけど、ねえ、なんですよね。悪気はなかったんですよね。あ、今日も動画載せた。昨日載せた動画、ちょっと Vlog 風にしてみた。見てくれた？ちょっとまだね、あれ第1回目だから、ちょっと出来栄えはちょっと目をつむってほしいんですけど、この前の山口で会った公演の日の Vlog 的な文字を入れてみました。公演の日の裏側、私視点の、確かにメイクさんにメイク加味していただいてるところとか初めて見せたかも。
あのメイクさんはずっとお世話になってる方、いろいろ髪の相談いつもさせてもらってます。たまに前髪切っていただいてます。そう、ぜひ個人ファンクラブおすすめです。おすすめ、楽しくやらせてもらってます。ピンクのリボンで思い出したんやけどさ、今日のさ、おはようツイートをね、めっちゃ久しぶりにしたんですけど、画質めっちゃ悪くない？大丈夫そう？びっくりしちゃった。朝投稿して、そんなことない？なんか家に帰ってきてさ、さっき見たら、なんか画質悪くない？みたいな。そんなことない？私のスマホだけ？気にしてなかった？本当？なんかあれね、ずっと下書きに保存してて、その下書きのところから投稿したから、なんかそしたら画質落ちるんかなとか思ってた。そんなことない？ほんと？見るときの電波が悪かったのかな。でも悪くない？元のさ、だって元の投稿する、悪い、あれだ、多分あれだ、私はそう、元画像があるからそう思うのかな。これだけで見たらそんな気にならん？この投稿する前のやつの画質、ほら。ほら、もうこんな拡大できるぐらいまで画質いいんですよ。これほら、画質めっちゃいいんだけどさ、なんかほら、このさ、投稿されたやつ見たら、なんか悪いなぁ。他のも確かに画質は落ちるけど、でもこんな落ちん、他の画像。普通にさっきしたやつとかはそんな変わらんから、この写真だけね、なんか画質がめっちゃ落ちたんよね。ふむ、画質に結構こだわるんよね。結構こだわるかも私。結構こだわっていくタイプかもしれん。再アップ？なんかそれももう時間経ちすぎて、という感じで、私はちょっと不服でした。12月ファンミーティング、そう、もともと12月の予定だったんだけど、バスツアーあったりさせていただいたりあって、いろんな都合でちょっと伸びそうです。12月はなさそうだな。来年になりそうと伺
伺っております。そう、バスツアーね、今日発表されてた。楽しみです、私。弥勒の里、リコちゃんとサーヤンと私、3人のイベントさせていただきますね。弥勒の里初めて行くんじゃない？でメンバーと一緒にバスに乗って弥勒の里へ移動しますって10時に福山駅集合、19時解散って、もう1日じゃん1日弥勒の里って絶対楽しいよこれ。楽しみ。12月15日、どんなイベントになるのかな。そう、どんなイベントをしたいどんなイベントがいいかな。楽しみ。ね、これまでさ、バスツアーって結構あれだったんよ、現地で私たちが待ってますみたいな感じだったんですよ。皆さんがバスで来て、皆さんが集まってるところにこんにちはみたいな感じだったんですけど、今回はみんなでレッツゴーって感じで行けるから楽しみそっちの方がさ、なんかなんて言うんだろうなんて言うんだろう、一緒に行ってる感あるよね。3人のユニット名はなくてサーヤンとLINE メッセージでずっと今日話してた お互いもいろいろ思いつくのをどんどん送って、でもなんかしっくりくるのがなくって、二人で今ね悩んでたちょっとリコちゃんにも聞いてみらんといけん。さやかて工藤はリコちゃんと私のペアの名前なんだけど、でもそうよねさやもさやかだから全然成り立つよね。さやかダブルさやかテクドダブルさやかテクドいいんじゃないそれでもう成り立つな。すごいサーヤンからまたいっぱい来てる。ヤンチリンヤンリンチ、工藤さやか工藤さやかいいじゃん
面白いそうっていうのをやってた。難しい。工藤さやか。でも名前が一緒って冷静に考えてすごいよね。名前が一緒の一緒で。考え中です。12月15日ぜひ予定都合の良い方は楽しい一日を一緒に過ごしてくださるとハッピー。まだ詳細はね出てなかったのでわからないんですけど、その他詳細につきましては改めて告知させていただきますって。一緒に待ってましょう。楽しみだな。私のね個人ファンクラブのイベントも多分来年なったらあるので、そちらも楽しみ。私今これしたいこれしたいですみたいなことをいろいろ言ってるんですけど、どうなるかな、難しいのかな、ちょっとわかんないな。でもそう、私でもさ、なんかしたいことができるのってすごいすごく幸せじゃない？その、できるかわかんないんですけど、これしたいですって言ってるのはあります。いや、したい、したいなしたいな。わかんないけどね、できるか。イリュージョン？マジック？ちょっともうそのちょっとその記憶はちょっと割と今割と封印しつつあったんですけど、私の中でいつか
つかのマジックショーのことは。あれちょっとシュールで楽しそうかも。ちょっといつかはしてみたいかも。チャラララララで音楽が流れて私が登場して急にマジックをしだす。あのマジックショーしたの2年前とかかな。なんかねスペシャルイベントみたいなので一回私一人でマジックショーしたことがあるんですけど、そうソロステージで、あれはね、変なもう独特な緊張感を味わいました。私ってさ20時から配信したっけ。そろそろ1時間。あ、ほんと？私絶対もう眠くなって30分ぐらいだ、眠くて終わりますってなるかと思ったらめっちゃあっという間でびっくりしちゃった。もうみんなと話してたら眠気がどっか行っちゃった。本当に家帰ってきた時とかもう帰りの移動中本当になんかなんだろう、なんか魔法でもかけられてるのかっていうぐらいの眠さだったんだけど、なんかそういう催眠術をかけられてるんですかってぐらいだったんだけど、割と冴えてくるものですね。そう、よし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 。でも最近さ長時間寝れないかも私。なんでだろう。年を取ったんだよって。あ、そういうこと？あ、そういうことかな。なんかさ。え、でも全然心配しないでほしい。人並みには寝れる。普通に。でも6時間とかで目が覚めるんよ。7時間とか、6、7時間とか。でも多分普通じゃん、これ。だから全然健康なんですけど、私はアラームをかけなかったら、何時間でも寝、何十時間でも寝れる人だったんですよ。10、
20何時間とかも寝たことあるロングスリーパーなんですけど、最近そんな寝れない。とか言ってたら、どっか一日、気づいたら一日寝とるかもしれんけど。最近ロングスリープしてないかもね。この時期は外に出たくなるよね。いっぱい無意味に歩きたくなるよね。今の季節いいな。今日とかめっちゃいいな。秋が一番好きです。ドリミネーション、なんか通りすがりにこの前サラピと、あ、もうついとるん？っていう話をしたぐらい、そんな見に行こうって言って見に行ってない。でもびっくりした、もうついてるんだね。昨日から？え、昨日からじゃなかった昨日からじゃなかった？え、本当に？だってこの前いつ、え、昨日じゃないもん多分。じゃあ、あれは何だったんだろう。なんかでもついてたんよ。ついてて、え、もうついてるん？もうそんな時期なん？っていう話。テスト？本当？本当？いつだっけ？最近だけど昨日じゃないよ。だって昨日は、うん、昨日じゃない。いつだっけ、月曜日とかかな、なんかの時に通ってみたんだよね。あ、テストしてるんだ。じゃあテストを見たのかな。そういうこと。へえ。じゃあ逆にレアだったんかな。へえ。そうなんだ。不思議。夢かも。え、そんなこと言われたらなんかさ。って言われたら本当に夢だったような気もしてきたちょっと聞いとこう今度聞いとこう。いや怖いよね、それでさ、え、そんなことなかったけどってサラピに言われたら、え、あの私のじゃあこの記憶は何？
私のこの休暇は何ってなるよね。ちょっと明日会うから聞こう。写真撮ってない。遠目に遠くから見て、あ、もうついとるんだって言って普通に通り過ぎた。そうなんだね。もうそんな季節なんだね。あ、本当にテストでつけてたのかな。でも年末にかけてさ、なんかたくさんいろいろ楽しみがいっぱいで、ステージもいっぱいで、頑張ります。あれ、これってさ、もう出とるよね。チャートリも出演メンバーは出た。出てた。12月18日。チャートリ公演のリニューアルしたチャートリ公演出させていただきます。こちらも楽しみ。申し込みも始まってる。お、12月18日水曜日、平日ですが、広島クラブクアトロさん、お会いできたら嬉しいですね。クリスマスコンサートもあるし、2期生の5周年コンサートもあるし、楽しみですね。バスツアーもあるし、福フェス番外編も出演させていただいて、ルンルンルン。ねえ、5周年ね。5周年は必見だ。5周年ってなんか何度考えても、感慨深くなりますね。え、でも5周年はね、ちょっと必見ですよ。必見ですよ。多くは言えないですけど、必見ですよ。
いろいろと、いろんなレッスンを頑張る期間になりそうですね。ヒューガヒャンさん、クム、ありがとう。ありがくま。元旦公演ね、元旦公演どうなんだろうね今年っていう話を今日どうなんだろうねってあのメイクさんと話してました。どうなんでしょう、あるかな、まだ何にも聞いてない。わからない、なんかある気もするしない気もするよね。どちらどちらにも保険をかけてる人、ある気もするしない気もするよね。あるかもしれないしないかもしれないよね。そう。匂わせはしませんと、いや本当に知らんのよね、本当に分からん。そうね、逆に言えばないかもしれないしあるかもしれないっていう感じかな。うんうん、いや怖い、私は怖いよ、もうなんか元旦の話をしていることが、はあ、恐ろしい。え、1年前って何してたっけ。恐ろしい。そうしよう。ハッピーニューイヤー。タワーの連配信はショールームの年内中にするというのは諦めてはない諦めてない。私はあるかもしれないしないかもしれないって、これをさこれをそういう言い方するのはちょっとさちょっと嫌だな自分いやしろよっていう話じゃんそれはそういう言い方、ちょっとさ、諦めてない諦めてないです。はい、あると言いたい思いあると言いたい思い
ね、まだね1ヶ月以上ありますので、今年中にさせていただきたいという願い。願いです。願いを込めて過ごそうという思い。さっきから何を言ってるんだろう。全部なんか語尾があやふやになってる気がする。みーくん星10個ありがとうございます。ありがとう。眠いのかなって。そうかも、普通にそうかも。ちょっと寝不足でなんかあれかな、おかしいなテンションになってるのかな。それもあるのかもしれない。寝るか。でもまだ9時だね。でも今日はね、普通にもう多分今こうやって話してるけど、配信終わった途端に眠気が来る気がする。ので急いでお風呂に入って寝よっかな。ランマは見終わってないよまだ。ランマのね、昔の旧アニメのバージョンをずっと見返してる。え、でもさ、私すごいと思うの。リコちゃんにね言ったらすごいって言われたけど、もう100何話とかまで行ってる。いつから見始めたっけ私。でも全然まだね、にどんぐらい、今月入ってからだから、いつから見始めたっけ。あ、でも2週間とかかな。2週間も経ってない気がする。感じ。100、今どんぐらいだろう。103とかかな。104とか。なんかハマったらもうずっとそればっかり見ちゃうよね。もう空き時間さえあればって見てる、ずっとヘッドホンして。でも悲しい、終わったら、見終わったらどうしよう。
でも私結構そうかも。なんかだからネガネガティブなのかな、すごい見終わった後のこととか考えちゃう。見終わったら今こうやって楽しみにしてることなくなっちゃうなって。結構何事もそうかも、始まったら終わりを考えちゃう。でもね、終わりがあるからこそ大切にできますからね。ルミコ先生のアニメ作品あさる？次は犬夜叉？犬夜叉って何話ぐらいまであるんだろう。いっぱいいるかな。犬夜叉でも私見たことない気がする。見たことない。めっちゃ聞くけど面白いかな。絶対面白いよね。でもうるせえやつら見てた。へえ、面白いん、面白いと思う。うるせえやつらもランマもめっちゃ好きだから、じゃあハマるかな。メゾン一国もいいかもって。いいね。メゾン一国は自分の人生ベストアニメ。いや、ちょっと楽しみが今後の楽しみもできたところで、できたことで、いいね。ランマの好きキャラ、シャンプーちゃんが好き。そろそろ眠ろうかな。と思います。壇上を読ませていただこうかな。タタタン。13位、タンタンタヌキさん。12位、世界の片隅のマットさん。11位、シーサーさん。10位、ヤンカーさん。
9位、濃いキッコーマンさん。8位、みーくん。7位、けんちゃん。6位、まーくん。5位、ゆずきちさん。4位、ひゅうがひゃんさん。3位、かずささん。2位、やまいさん。そして1位、しょういちさんです。ありがとうございました。パチ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 。ありがとう。そして明日吉の方は、ましましさんです。おめでとうございます。ということで、あ、なんか眠い気がしてきた。眠いような気もしてきた。寝よ。じゃあ寝よ。じゃあ寝よっか。明日に備えて休みましょう。よし、もうすぐお風呂に行こう。ここでダラダラしちゃったら、あの、寝るのが遅くなっちゃう原因なので、すぐにお湯をためます。じゃあね、ここでこの場所で配信終わって、じゃあちょっとアニメ1話でも見ようかなとかやり始めたらもうダメなんですよ。もう即すぐに立ち上がってお湯を入れることが大事。よし、じゃあね。じゃあね。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。またね。おやすみなさい。今日もありがとう。バイバーイ。